アメリカ政府、台湾との外交を全面許可。昨日、アメリカのポンペオ国務長官が台湾との外交を制限する国務省の内規を撤廃すると発表しました。声明にて、もういい、すべて解除すると宣言されておられますが、台湾政府は心からの歓迎と感謝を表明しました。現状、中国政府、中国共産党が 様々な問題を引き起こしており、そういった中で台湾は中国に対抗する最前線の重要な拠点となっておりますので、アメリカ政府として台湾との全面的な外交を強化することによって、さらに台湾との関係を強化し、なんとか台湾を守り抜こうとしているんじゃないかと思われます。 当然この台湾、日本にとっても非常に重要な国家でございますので日本政府には台湾との関係をさらに強化していただき日本と台湾でなんとか中国政府中国共産党に対抗できる体制を速やかに構築していただくように お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。